はい、どうも、光巨人です。今回も V チョコウェアハウス開封第5弾です。はい、もうね、銀河が出ない、ほんまに出ない。銀河あと2つ欲しかったんですけど、もうこの2つしか売ってなくて残念でしたね。まあね、売れ残りには何やったっけあ、服や。売れ残りには服がある。1つ目開封します。あー、なんで出えへんのかな。銀河、あー、なんか嫌な気がする。いきます。怖いけど行きます。せーの。あっと、あー、ゴモラ。あー、ダブってないわ。ゴモラ出たちょっと嬉しい。いやいや、なかなかいい。サインでね、音声確認もできるし、うん、まあまあやな。もう最後もう今回もう最後っすね。 V チョコウェアハウス第5弾、しょぼいなしょぼすぎる。これで逆に銀河が出たら、お願い、最低ダブらんといて。いきますよ、せーの。おキングジョーランチャー、これもダブってない。おお、すげえぞ。ってことは、レッドキングナックル、エレキングテイル、グドンウィップ、サドラシザーズ、キングジョーランチャー、揃ったービクトリーが揃いました。やった、マジ嬉しい。いやマジでか。うわー、かっこいい。やっぱりウルトラマンがいい。僕はウルトラマンがいい。2つ買って売れ残りがダブらなかったっていうこの奇跡。でもやつが出ねえそれでもまだやつが出ねえ。あー、モヤモヤする。ということで、今回は V チョコウェアハウス第5回開封動画でした。いやー、2つ買って2つダブらなかった。ちょっとね、月がね、回ってきたかなって感じですね。あー、もう次あと銀河だけやのにな。銀河さえ出てくれたらな。まあ今回はね、よしとしましょう。また次回第6回でお会いしましょう。では。